どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ご飯さんの敵俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。ではまあ行きましょうか。レベル4の話にならんな。俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。そうだね、さっさと霧をつけるつもりだったんだ。予定が狂った。一発、しつこいガキだね。ただの生意気なガキだったくせにね。余裕でいられるのも今のうちだけだ。どうだ、やった、ついにやったぞ。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんなどこだ、どこにいる。なぜだ、何のために人間を襲う。ドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ご飯さんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。